うちょっとすんなりいけるはずだったんだけどな。ちょっと武器を取るのを忘れてしまいました。マジ誰もいねえ。助かったの俺らだけかよなあ。シュウ、そう、七つの門の七つの鍵を開けるの。ちゃん、でもそんなわけない。だってこれすごく古い。あのさ、それって霊感ってやつ。実はさ、俺も幽霊は一度だけ見たことあるんだけどさ、昔俺ん家で飼っていた犬が死んでさ。なんだ、俺の話全然興味ない。これ純金じゃねえのか。終了条件にプレイ可能になったシナリオがあります。プレイするには開始に終了条件にを選択してください。終了条件にはロックされている場合があります。ロックが表示されたら、L1 ボタンを押して必要行動を持つシナリオを探してください。必要行動の内容は、必要行動を含むシナリオ内でマップ画面を使用すると確認することができます。はい、わかりました。あ、藤田さんのあのシナリオだね。何？司？お前なのか？これはお前の。これはあの時のまま。あれは私。三上衆は視界ジャックをしながら移動することができます。誰かの視界を利用して移動するには視界ジャック R3 ボタンをミニスティックの押し込みで通常時と切り替えてください。同行する司は常に三上衆の後ろをついてきます。司の視界をうまく使って移動してください。ん？未確認行動。何者だ。Thank you.
と。どこがどうなってるのか。ん？ダメだな、もう一回やろう。リスタート。難しいね。未確認行動。何者だ。
おかしい。いくらなんでも非現実的すぎる。君はそう思わないのか。今僕たちが体験しているこの全てを。それにさっきの女、君の知り合いなの？お母さんは今まで鳩を飛ばし続けたの。でもいつも鳩は戻ってこなかった。早くお母さんのところへ行かないと。その君の母さんって人本当にいるの？ひどい！やっぱり私を信じてくれないの？助けてくれないの？いや、あの…いた！あっ！